Live 3DO Magazine。来年の96年発売に向けて、D の食卓2を製作中です。 D の食卓2は、M2 というアダプター専用のものになりますので、かなり M2 の性能を引き出した、内容になると思います。まず一つに、リアルタイムポリゴンをかなり使いますので、前回、後ろの中を動くような部分が前回は、映像だったものが今回はリアルタイムポリゴンを使って、自由に動けるようになります。例えば好きなところで止まったりとか好きなところで振り向いたりとか、かなりその辺がアドベンチャー度が前回よりは少しアクションっぽくなるんじゃないかと思います。もう一つに、前回少しさっきも言いましたけどちょっとアクション性がされます。どういったものになるかっていうのはまだ今は言うのは難しいのですが、もしかしたら今回のこの記事の中では書いてあるかもしれませんので、その辺をお楽しみください。最後に、MPEG を、M2 というのを持ってますので、 MPEG の機能を使ってかなり細かい、綺麗な映像が入ります。前回の演出のデモシーンなどが今回では、まあ、前回シネパックというものを使ったのでちょっとつらつらした粗い画面なんですが、それは今回 MPEG というもので再生されますので、かなり VHS 並みの綺麗な内容が入ると思います。オープニング自体も多分全部で3分から5分、もしかしたらそれ以上あるかもしれないような、かなり映画的な内容になってますので、それもお楽しみください。では、本編の方は D ソフト2を来年の多分春ぐらいかな見てと思いますので、ご都合とご期待ください。今こんなようにここでも作業してるんですが、これは何でしょうか。死体です。死体を作ってるらしいので、こういうのが実際にオープニングなどに登場するんじゃないかと思います。こちらでもこういうふうに、まあ、多分お城の一部なんですが、このようにモデリングをしたりとか作業してるんですので、これを含めた全部の新しいオープニングの映像っていうのが多分、次の 3DO マガジン12月売りのやつには入ると思いますので、それもぜひご確保してください。というわけでまたよろしくお願いします。